こんばんは、タモリステーションです。テレビ朝日アナウンサーの渡辺瑠美です。よろしくお願いします。お願いいたします。その本当に始まりに近いというか、うん、ということでかなりファイター出ておりましたけど、うちの選手は今日燃えてましたね。はい、栗山さん、はい、本当にあの巨人というのは人気がありましたけどね、王さんと長嶋さんのイメージしかやっぱないので、うん、来るんですよね。はい、こちらをご覧ください。一段と偉大なミスタージャイアンツ、長嶋さんと夢かなって対面してる。空振りだ。それには何とかここで一発が。巨人が題材の漫画がテレビアニメとしても人気でした。こちらのように実際に王さん、長嶋さんが作品の中に出てくることもあり話題となりました。諦めなきゃいけなかったですね。もう諦めなきゃいけないんですよ。はい、まあ、僕なんかは目標設定が低いですから楽ですよ。そんなことないじゃないですか。羽生結弦選手の人気ぶりが少し分かる映像をちょっとご覧いただきたいんですが、こちらです。演技後の様子なんですけれども、観客席からこのように羽生さんが好きなプーさんが投げ込まれているんですよね。これあの200以上のプーさんがあの投げ込まれていたということです。すごいですね。はい、ものすごい数なんですよ。プーさん係だ。プーさん係、拾うのもちょっと大変そうですけど。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。